ジーニョ・ネイマール・ブラジル。2010年11月17日カタールのドーハにて行われた国際親善試合のアルゼンチン対ブラジル戦、メッシのコレゾメッシというゴラスの劇的アディショナルタイム弾でアルゼンチンが1対0でブラジルに勝利。当時メッシは23歳、ロナウジーニョは30歳、ネイマールは18歳だった。そんな3人のプレーがこちら。メッシもネイマールもディマリアも若い。メッシのシュートうますぎ。レジェンド対レジェンド。ロナウジーニョとネイマールが2人でキックオフする瞬間は信じられない。時間を遡ってこの瞬間を見られるのはとても素晴らしい。いつも通りネイマールがダイブしてる。彼らはきっと違う惑星から来ている。ロナウジーニョはメッシにとって特別な存在だったよな。ダビド・ルイスメッシをめっちゃ削ってる。3人ともほんとボールを持つたびにワクワクする選手。日本人でこういう選手出てこないかな。